挫折、苦悩、驚愕事件を歌に乗せ、その衝撃度で競う戦い、仰天実体験ソンググランプリ。絶対に負けられない戦いが毎日ある。平日最後の賞レース、毎日賞レース、プロデュースドバイ英雄。さあ、こちらの勝負の鍵を、クラノーさん握っております。普段はどんなグループで活動されてるんでしょうか。普段は AKB48 の今グループの、総監督を。あらららら、はい、すごいね。4代目総監督。4代目、はい。さあ、ということで今回は自身の身に起きた実体験を歌に乗せ、聴き手の心により衝撃を与えた人が優勝ということになります。なんかもうこの世の全てを3種類に分けたらこれすごいね。すごい3人揃った。聖子さん、そうですね、最近フリーになられて。そうなんですよ、ね、吉本初の円満退社なので皆さん笑ってください初じゃないですよ。その松竹の南川でも聞いてますからエントリーナンバー1、渡辺エンターテインメント所属、リンダカラーインフィニティ、デン。カリスマという名の十字架を背負い生きる男が体験したカリスマゆえの実体験を魂を乗せて歌います。俺のカルマ聞いてください。カリスマがカリスマであるために仕事終わりの束の間の休憩、俺の胃袋がサインです。今日は決めてる激辛店のいつもの一からラーメンするとこかけられた。ああ大学生のにこやかな三人組、デンさん大ファンです、本当に大好きです。カリスマは何頼むんですか。カリスマな僕であるために食べれない中からを頼む。悪魔が現れた、俺の知ってるあいつじゃない。カリスマな僕であるために耐えてポーカーフェイス、汗と涙が混じりここに短かかすげえな。カリスマな僕であるためにうずらを持って麺ごと飲んだ。目を操作す痛みのダンス、明日の下痢は逃れられない。カリスマな僕に拍手する、音は聞こえない。ファンに夢を与えて僕は芝居やる店を出た。気持ち悪い。合ってるか今最後。気持ち悪いな。その後俺は、あら、語り合って。いらない、いらない。公園で北極の氷のように白くなった。あら。知らないよ。ありがとうございました。いやー、最高。ありがとうございました、デンさん。メロディーライン気持ち悪いわ。気持ち悪いですね。尾崎っぽいけどちょっと違う感じ。権利をかいくぐる気持ち悪さ。気持ち悪いな。普段はほら自分のマックスってあるじゃない。はいはいはい。言ったら1からぐらい。いや僕そんな辛いのめっちゃ得意なわけじゃない。一、うんうん、人女の子、一人男、あ二人男の子で、うん、でそのなんか一人のその男の子がライブとかでも来たことあるぐらい好きな子だったんですよ。うん、その子たちがとにかく目キラキラさせてて、
俺こいつら裏切るわけにいかねえじゃんってなって、普通のこのカリスマがかっこいい普通の頼むわけがないと。そうなんですよ、俺が激辛食ってんのやっぱキラキラした目で、最後本当に歌詞にもあったんですけど、はい、なんかこうちっちゃくこう拍手してて、すごいさすがだと、あそこから本当マジで俺公園で2時間動けなくなって辛い。さあそれでは得点発表に参りましょう、うん、倉野さん得点お願いします。デンさんの得点はじゃん95点です。おー高い、いいじゃないですか。これ高いんじゃないですか。結構高いですよ。これはどの辺が、もうそのカリスマも悩みってあるんだっていうところがよかった。そうですね、カリスマの苦悩みたいなのが日々ありましてね、うん、はい、俺はもう背負ってるんで生まれながらの業を、業を背負ってます。俺は大好きです、そういうもう作り込まれた世界観。作り込まれた、作り込んでないですよね。どうですジョーカー普段から世界。ああいうジョーカー、I'm Joker 初めて言ったし初めて返してくれた戸惑いもちょっと見えない。エントリーナンバー2、聖子。約17年のコンビ生活に終止符を打ち、一人旅だった女がその衝撃の理由を歌に乗せて告白します。フリーへの不安と希望を込めて歌います。始まりのドア。聞いたことあるな。やかましいわ。顔高校生 M1 で後笑い19で吉本に入って初めて生きがいを見つけたよ。新たな旅が始まる。ついたあだ名は女香港。芸人のページ彩るよ。炎の中でみこし担いで歩いたりとか、大変だよ、大変だよ。すげえな。家に帰ったら知らない男、ベッドで寝てて腰抜かした。吉本の15年仕方ずっとここにいると思ってた。何も解散するからには大きなチャレンジしたい。不安だけれどフリーになった。すげえすげえ、あいいね。高っ、これ高っ。応援だけじゃなくさまざまでおしゃれ楽しむ写真載せると勘違い薄くなってたよ。ひどい、ひどい。仕事のメールマネジメント営業も全部自分でやる。すごい、初めて知った自分の単価で朝ギャラ3万円。それでも仕事ありがたい、一歩ずつ歩きたい。私を見てたくさんの人に勇気を届けたい。フリーで歩む道でこぼこの道、1年目の気持ちでみんなに笑顔を届けたい。みんな全てお笑いにしたい。素晴らしい。いや素晴らしい。あのもう泣きそうになってますよ。 SNS でもなんかすごい言われるようです。そうですね、やっぱりフリーになってからちょっとおしゃれも楽しもうと思って、いいと思うんだよね。すごいワンピース着てことイヤリングをちょっとね、あの飾った写真あげると、はいはい、
ああ勘違いしてらっしゃるとか別いいじゃん今日だって何ねこんな淡いピンク着やがってみたいな声もしかするとねはいそれ言ったらほんまに来るんでやめてもらっていいですか素敵ですよっていう、 あ、そうですお似合いですよってことなんですけど生々しい話も出てきましたけども、はい、テレ朝は単価が3万円だったとそうですねあの迷ったんですよちょっとねいやらしい話なんですけどちょっと安すぎてちょっと言っちゃいました今だからマネージメントも全部自分でやってるんですかそうですねマネージャーとかがいないのでやっぱり営業とかが入らないんで吉本の媒体のばらつきが不利になってからは余白は確かに聖子食堂っていうのは何あ私あのお料理がちょっと大好きでハマってましてあのこれからは自分であのイベントとかも打てるのでお料理のイベントもちょっと精力的にやっていこうかなと思ってまな板は発売まな板出るのお皿にも使えるっていうまな板実はコラボすることになって可愛らしいじゃないネットでも買えるネットでも買えます嬉しいすごいやっぱ芸人の先輩優しいですねいやいやいや普通に興味があって聞いてないよまな板は聞きますよネタとかはどうなんですか最近やってらっしゃる、うん今ピンネタを考えていまして、うん、下北沢とかの、あのインディーズライブにチケット買ってチケ売りから始めようと思ってます、あじゃあノルマ制のあそうです、ね、はいじゃあ中野の TWL とかあそうですそうです、ね、そうだそっからっすよ聖子ちゃんが TWL に出るんですかはい知れますあの夜豆腐新寄せとかやいやそれは物によるからそれは物によりますから聖子さんの得点は98点です乾杯すごいこれは高得点フリーになった理由だったりとか赤裸々に語られてて、うんあとすごくフリーになられて笑顔がさらに素敵になったなっていうのをこの距離ですごい感じたので私はフリーいいなってちょっと思いましたあらもしよかったら2人ともあの、ね、最近ねナンセっていう新しい事務所が立ち上がったんですけどナンセっていういい芸能事務所が社長が南川っていう方がナンセは虚構離反が断ったみたいですエントリーナンバー3吉本興業所属チャンス大城3歩歩けば衝撃事件に巻き込まれる歩く衝撃エピソードマシンが芸人になるきっかけとなった実体験を歌います。これまで の、 苦しかったことをあのまとめて歌います、チャンス大城の歴史です暴走族のお人たちに突然呼び出され面白い話をしろと無茶ぶられサンサー暴走族の人たちが走り出す前に前説を頼まれる暴走族の人たちを漫談で温め気持ちよく送り出す滑ったら全裸にされて国道を全力で走らされパトカーが追いかけてきてそのまま捕まり親が泣く死にたい死にたいいろんないじめに遭ってきたロコザンに首まで埋められたことがある上羅状態でブルマ吐かされて彼女たち俺とお茶しないと地獄のナンパを強要されたこともあの時の僕は辛かった面白いやつはいじめられないダウンタウンの
言葉信じて芸人として追いかけてきた、がむしゃらに生きてきた。名古屋の中学生から僕に DM が届く。いじめに遭ってるけれど勇気をもらった。たった少しでも誰かの役に立てるなら、このまま芸人として突っ走れ。どうもありがとうございました。いいよ、ありがとうございます。チャンスさん、チャンスさんの世代の暴走族なんてもうガチ中のガチじゃないですか。ガチですよ。何の話をされるんですか前説、うん。いや、まあ、最近あったこととか、なんかF1 カーの音真似しますとか。うわ、あ、じゃあこのうんこ座りしてうわーところっ、うん、中で、あ、すいません、ね、あのおもろいやんけーっしてこぜーっつって、あの時に鳩時計とかできるなんて。鳩時計、あ、もうそろそろ2時なんで、ああ、おお2時か、あれ、あら、鳩時計がやらされるんですよ。しゃりこぜ、俺のバイク盗んだ誰やっつって、おうおう、いや盗まれてないです、あら、あ、そうか、俺防犯ブザーつけてたから盗まれへんよなっていう振りが来たら、もう辛かったですね。楽しそうだけどな。楽しそうだな、なんか。まあまあ、でもその時代を経てこうレパートリーが増えていった。増えてきました。まあ、あの時鍛えられたっていうのもありましたしね。まあ、ちょっとブルマ明かされてね。うん、夜間、はい、持ってガラガラって入ったら女子がキャーって言うじゃないですか。着替えてるんで。へい、彼女たち、俺とお茶しないって言わなくちゃいけないんですよ。僕好きな子いてね。そん中に。まあ、なんか。ちょっと繋ぐってくるわ。ちょっとちょっとあのケツまで考えてなかった。逃げないでください。だからさ。あ、さあ、それでは優勝者の発表に参りましょう。それでは倉野さん、チャンス大城さんの得点お願いします。チャンス大城さんの得点は99点です。なんで、ということで今週のチャンピオンはチャンス大城さん。マジっすか。え、嘘、すごいっすか。唯一無二の実体験だったなっていうのがすごかったです。そうですか、ありがとうございます。ほんまにでもそれをね、吐露することで誰かがね、救われてるっていう。そうなんですよ、ね、でその当時の自分も肯定してるところが素敵だなって思いました。意外、ジャイさん、どう考えてもそうですよ。あ、そうですか。そうですよ。いや、ここから聖子ちゃんも今からね、その侍として行くわけだから。概念が分かんないですけど、以前から綺麗でしたけども、なんかより一層肌ツヤが、なんか精神的に解放された感じもありますね。すごい、すいません、そんなこと言われたら女になっちゃう。マジで俺の10から何だったんですか。マジで何だったんですか。言ってよ、誰か。人生、2人は人生でかけて、しっかりしっかり語ってくれましたよ。いや、デンが3人目だったらよかったのにな。あ、ゾッとするわ俺そう考えたら。チャンスさんだと歌えないもんな。さあ、倉野さんにはチャンス大城さんのギターに乗せて仰天の実体験を語っていただきます。それではお願いします。あれは AKB48 に加入して3年目の高校生の頃、音楽の時間でみんなの前で一人で歌う時間がありました。私は緊張しながら、そんなに得意でもない歌をみんなの前で歌い上げて、最後まで歌えた自分を褒めていました。すると自分の席に戻っている時間の時に、後ろからボソッと、 AKB こんなもんかと
先生に言われました。ほう、先生。私はあの言葉があったからがむしゃらに歌を一人で勉強しました。すげえ。そして AKB48 グループで1位を取りました。すごいわ。先生見てますか。ありがとうございます。いいよ。素晴らしい。すごいね。はい、そっか。でも そういうことがあるんだね。学生のうちに業界入っちゃうと。しっかり根に持ってます。あでもその、はい、もうそのおかげで頑張んなきゃなって。でもバネに、悔しさをバネにして、はい、今回はなんかいろんなこう辛い、ね、経験をバネにしてっていう、うんうん、いや、うん、なんか成長感が見える素晴らしい回でしたね。本当に良かったわ。本当そうか。本当に10からって何にもならない。やめませんかもう。いやいやみんなそれぞれがさ、バネになってさ。バネになってるって。なってる。10から何になるのよ今後。それはその裏切んなんかでも分かんないです俺もなんか。俺も今なんて言うのが正解か分かってないです。毎日ショーレース Next Week。さあ嬉しいお知らせがございます、はい、なんとテレ朝の夏の祭典サマーステーションで8月15日の木曜日毎日フェスの開催が決定いたしました。嬉しい。すごい。毎日大喜利の MC モグライダーともコラボ。あ、そうなんですか。へえ。俺大喜利できないんでやんないですよ。僕芸人初の大喜利 NG なんですよ。どんなイベントになるのかそうですね。まだこれから決まっていく。歌とかもね、いろいろこっちも企画いろいろやってきましたから、うん、これもしかすると、はい、MC 初参加、うん、酒井さんのさだまさし償いがのもしかすると聞けるかもしれない。償い歌うの。ちょっと有形の差し掛かった償い熱いっすよ。俺行く。俺償いだったら平子さん何行きますか。風に立つライオン。風に立つライオンいいな。俺もそっちがいいな。それだったら皆さんぜひお楽しみに、はいはい、ぜひ来てください、はい。絶対に負けられない戦いが毎日ある。平日最後の賞レース毎日賞レース。プロデュースのバイ au。